彼の場合は完全にバカな感じを出してきてるね。あの今日は11月11日ベースの日であると同時に俺の通信簿の日でもあります。何通信簿の日？全部1。あおやいいな、いますよ。大丈夫です。大丈夫、ありがとうね。なんかちょっとハウっちゃってたからね。いろいろトラブって。うん、メロ様のシールド、緑になってるもん。大丈夫です。ありがとうございます。しかもね。こんなこと言われたんですよ。そんなの俺なら30秒でやるよ。ムカつく。はぁ？やってみせろよ、30秒で。やってみせてよ、30秒でできっこねえだろ。根拠はなんだよ。その時の気持ちを歌にしました。30秒に意味なんてあるの？30秒の長さに知ってる。それだな、俺の都合しか考えられない。仕事よ、他の対処ができない。チノシス、お前を信用するやつなんかいねえよ。いねえ。俺は言ってない。あたしは聞いたけど、俺は聞いてない。あたしは言ったけど、俺は言ってない。あたしは聞いたけど、私は言ったけど、話にならねえな。お前と話しても無駄なんだよ。無駄だから。はい、ありがとうございます。いつかちゃん、すいません。はい、すいません。はい、すいません。もう毎回もう上げてください。もうね、すいません。はい、もうすいません。あのここまで土下座をして謝れとまで私言ってるわけではないんですよ。そこまで言ってるわけじゃないけど、ここはあのいつかちゃんが勝手にね、あの土下座をやりたくてやってるって、ただそれだけ。私が一回もここで土下座入れろよとかそういうふりをしたことは一回もない。気づいたらこれが毎回ね、いつかちゃんは土下座をしたいっていうことでやってるっていう、ただそれ、ただそれだけになってるんですけど、あの 2ヶ月に一遍ぐらいスタジオ行くんですけど、まずは土下座の練習から。いやそれができてから音合わせが始まります。ね、まだね、あのやってないですけど、そういうことはね、あのこの土下座をしろまでね言ってない。俺様撲滅は言ってます。だけどあの俺様は死ねまでは言ってなくて、土下座をしろも言ってない。ただね、俺も気をつけなきゃなぐらいの、あの気持ち、それを持ってもらえればいいなっていうだけの、ただそれだけの活動であってね、反社会運動でもなければね、あの宗教活動でもないんですよ、ね、ただ単なる俺様撲滅活動ということでね、あのやってるんですけど、あのここにね、こう大畑の赤い大畑も今最近入ってねやってるから、ちょっと反社会運動的に乱れがちなんですけど、決してそれではなくて、単なる俺様撲滅活動、しかも死ねって言ってるわけじゃなくて、直してねって、仲良くやろうよってね、そういうことを言ってるっていうことは、あの毎回ここで説明を入れさせていただいてます。誤解を招くことになるんでね。いつかちゃんが土下座なんか始めちゃったからね、毎回なんかこうまるでね、私がこうやらせてるみたいに思われがちね、非常にちょっと困っちゃうんですけど、これやってやらなくていいんだよ別にね、違うことやってもいいな別に。そうだったんですか、ね、気づかなかったです。
ね、そういうことなんですが、はい、こんな感じで、あの俺様撲滅活動と一緒にもう一個言いたいことがあって、あの口だけ番長撲滅活動、これもね、あの私が力入れてる活動なんですけど、口だけは言うけども行動が伴ってない、やからが多い。ほら言ってることがブレてる、態度と言ってること違ってる、ブレたらブレたでしょうがないけど、ブレてることを認めない。お前おい、こらこら、おい、おい、独立国家初代女王シェリー。おい、おい、毒を持って毒を制す、毒を持って毒を制す。今日はここ西荻窪ジジアナベルから俺様やろうと、口だけ番長を一人のこらつ撲滅しに参りました。女性の皆様、あたしと一緒に俺様やろう撲滅しましょう。おい